こんにちは、激辛クイーンの川島美恵です。さて、今週の激辛さんの前に小話をお一つ。あるところに父と母と息子が3人で暮らしていました。とある日曜日の夕方、友達の家から帰ってきた息子はいつもいるはずの父の不在を不審に思いながらも台所に立つ母に尋ねました。今日の味噌汁何？母は振り向いて言いました。今日、麩の味噌汁よ。というわけで、恐怖のサッキーカー所詮お菓子でしょって思ったんだけど、世界屈指の辛さを誇るギネス認定の激辛唐辛子、キャロライナリーパーを使用なんだよね。激辛では物足りないあなたへの挑戦状、神の領域まで達した恐ろしいおつまみになっております。真の姿をご堪能あれ。本商品は神レベルの辛さ刺激のため、辛みが得意な方でもご注意ください。本商品は非常に辛いため口から火が出る恐れがありますが、一切の責任は負えません。本商品を振り立てて目や粘膜などの弱いところに触れないようにご注意ください。なぜかお酒が進みますのでご注意ください。だって激辛みえチャンネル。では開けてみるかね。縄張りにテープがね、このようにいっぱい詰まってます。何個入りなんだろう。11個入り、中途半端。サッカーか。小袋はこうですよ。はい、さっき一家。開けてみますね。さっき一家の匂い、ちょっと辛い匂いがするかなって思ったらほんのりむせたけどね。見た目もね、普通のさっき一家、普通のさっき一家。ほれ、もうさらに開けるか。はい、これが恐怖のさっきイカさんです。ちょっと赤い粉がポチポチってあるけど、キャロライナリーパーってあんまり赤くないんだよね。綺麗な赤じゃないんだよね。だからリーパーちゃんだけじゃないのかもしれないね。唐辛子粉末しか書いてないね。1個じゃ寂しいから3つぐらい入れとくか。3つでも寂しいけどね。そしてね、ビールが飲みたいところだけど、昼間なのでノンアルビール。これは龍馬という、私が一番美味しいと思っているノンアルビールぜよ。乾杯。じゃあつまむね。いただきます。辛い。おー、さすがリーパー。そんなにたくさんリーパーがかかってるわけじゃなさそうだけど、確かに普通のサキイカよりは全然辛い。おいしいよ。おー、今喉を直撃いたしました。いたしましたっていうか、されました。あー、これはビールが進むよ。でも激辛好きは辛くて食えないほどではないので、美味しいおつまみ。辛いな。美味しいんだよ、美味しいんだよ。あー、でも辛い。一見辛くなさそうなのにね。あー、ビリビリするね。今のムセは何でしょう。辛いから。あー、辛い。ビールにすごい合う。辛い分なのか、下味が普通のサキイカよりもちょっと甘めにできてるんじゃないかな。だから美味しいんだけど。あー、ちゃんと蓄積してくるね。あ、本物のビール飲みたい。喉にくる。えう、でもいいつまみ、いいつまみ。あー、辛い。なかなか頑張ったじゃないの、あなた。辛いよ。あー、私辛いもの食べても汗は出ないんだけど、鼻ウォーターは出るのね。すごく辛いと鼻ウォーター出てきた。すごい辛いものを食べると口を閉じていられなくなるじゃない。これ割とね、口閉じていられない。あー、 お菓子のくせにすごいな。キングオブホットスナックかも。くるくるくる。美味しいけど、こんなに辛くなくてもいいや。あとは本物のビールを飲みながらちょびちょびゆっくり食べます。ごちそうさまでした。激辛みえチャンネル、恐怖のさっき言ったみえちゃん的辛いよレベルは5です。
お菓子だと侮るなかれ。なかなか辛かったです。これ少量だから美味しくいただけたけど、カレーぐらいの量あったらかなり辛いと思う。でも辛いもの好きにはとっても美味しいので、辛さに自信のある方ぜひ食べてみてください。見てくださってありがとうございました。製造者は一栄食品、私はビルバンで買いました。ここをポチッとチャンネル登録お願いします。またねー。